これからバイオハザード6の新しいウェブサービスレジデントイービル .net 通称 RE ネットを紹介しよう。バイオハザード6とネットワークに接続されたゲーム機があれば誰でも無料で利用できるウェブサービスだ。それでは RE ネットの詳しい紹介をしていこう。まずマイページ。ここで自分のプレイ記録を確認しよう。またフレンドの記録を確認し自分の記録と比較することもできる。さらにおすすめのコーププレイが表示される。フレンドとコーププレイを遊ぶとき、ここを参考にするといいだろう。また自分のハイスコアをフレンドが上回ったときにはそれを知らせるリコメンドが表示される。このお知らせはゲームにも届くので、すぐにその記録の抜き返しに挑戦も可能だ。この情報は Facebook や Twitter にも送られるので、 RE ネットにアクセスしていないときやゲームを立ち上げていないときでも確認ができる。スマートフォン専用アプリも配信中なので、そちらもぜひチェックしてほしい。ゲームに用意された要素をコンプリートした後も RE ネット上で入手できるウェブバッジや新たなチャレンジ要素を楽しむことができる。それがこのオンラインイベントだ。このオンラインイベントは定期的に開催されている。スコアを競うだけではなく、期間内にゾンビを1万体倒せなどの協力して遊ぶイベントも用意されているので、自分に合ったイベントに参加しよう。イベントに参加するだけでも参加賞が入手可能なので、ぜひ一度チャレンジしてほしい。さらに今後オンラインイベントには最高の名誉が予定されている。それが特定のオンラインイベントで優勝すると贈られるチャンピオンベルトだ。ただしそのベルトを手元に残すには次のイベントでも勝ち続ける必要がある。負ければ次の勝者のもとへ移ってしまうぞ。ベルトには歴代勝者が刻まれる予定となっている。歴史に君の名が残る日も近い。 RE ネットにアクセスしたりオンラインイベントに参加したりと、 RE ネットを利用することで貯まっていくポイント、それが RE ポイントだ。 RE ポイントで様々な報酬を手に入れることができる。その一つがザ・マーセナリーズなどエクストラコンテンツで使用できるレアコスチュームだ。 RE ネットでしか手に入れられないここだけのスペシャル仕様だ。またフィギュアを集めて自分だけのジオラマを作るなど、お楽しみは他にもたくさんある。どんどんプレイして様々な報酬を手に入れよう。 RE ネットには他にもプレイをサポートする機能が充実している。ゲームの進行に合わせてあらすじを確認したり、ゲーム中に入手したファイルも RE ネット上で読むことが可能だ。 RE ネットを通してゲームの世界観をより味わうことができる。RE ネットはバイオハザード6をより深く、より長く楽しむためのサービスだ。ぜひ公式ホームページより登録してほしい。